遺体が発見されたのは新得町西三条南四丁目の住宅です。昨日午後、親族から連絡が取れないと通報があり、警察官が鍵のかかっていない台所の窓から家に入ったところ、1階の寝室で男女2人と女性1人の遺体を発見しました。3人の衣服には結婚が付着し、近くには刃物がありました。びっくりしましたね。全然わかんない。まだかなりかかりそうです。 この家は80代の夫婦と50代の息子の3人暮らしで警察は身元の特定を進めるとともに無理心中の可能性も含め捜査しています